北青鵬は師匠の言うことに聞く耳を持たなかった。巡業に行っても北青鵬は高校、鳥取城北の先輩である横綱、照ノ富士の横にぴったりくっついて、あいつの言うことしか聞かなかったんだから。こう嘆くのは大相撲、宮城の部屋の支援者の一人だ。部屋の師匠である宮城の親方、38元白鵬は。 弟弟子への暴力事件を起こした北西方をめぐり、師匠の素養、自覚が大きく欠如しているとして2月23日に日本相撲協会から懲戒処分を受けた。しかし現役時代に歴代最多45回の幕内最高優勝を成し遂げた期待の大横綱の意向は通用しなかったものなのか。相撲担当記者はこう話す 元大竹親方の高遠力士も暴露していましたが、力士をスカウトするのには金がかかる。宮城の親方は、これまで非常に大きい額を使ってきたと言われています。強豪の鳥取城北から入門した北西方は、親方にとって金も気も使った存在で、厳しく指導できなかったのではないか。そこまでして、部屋を強化したかったのには理由がある。宮城の親方には、 新部屋を起こすという大きな野望があります。場所は銀座、全面ガラス張りにして観光名所にすると息巻いていましたが、さすがに銀座は土地が高いので断念し、日本橋に構想を移したそうです、当然。教会からの処分で平年寄りに降格し、3月場所は部屋での指導すら許されない宮城の親方。だが、実はここに来て、日本橋部屋、 の具体的な動きを水面下で進めていた宮城の親方は2023年12月に日本橋小網町の約150坪の土地を購入しています東京駅からも徒歩20分ほどですしかなりの一等地相場からして坪単価は900万円ほどで購入価格は13億から14億円だったのではないでしょうかそれだけでなくその土地に2月7日付で ある会社から16億円を極度額とした値抵当権が設定されているんです不動産関係者登記上で確認できる貸主はパチンコメーカー三協のブス島秀行会長の資産管理会社ブス島氏は宮城の親方にとって大谷町だ長年開催してきた少年相撲大会白宝杯で毎年三協が協賛を務めているだけでなく 横綱時代の密着番組の提供も同社が行っていたんです。今の時代、相撲部屋を建てるとなれば、数億円の建設費がかかります。宮城の親方の日本橋部屋は、総工費20億円を予算にしていると言われていたので、ブス島氏がそれを捻出するために尽力してくれたということです、相撲関係者。ところが、その直後に部屋の存続自体が揺らぐ状況になってしまった。 宮城野部屋関係者はこうぽつりと漏らす。日本橋のことは知っていました。でも、こんな処分になってしまって、もうあの話はなくなったと思っています。日本橋部屋の計画について、宮城の親方と部辻ま氏に尋ねたが、回答はなかった。今や、教会内で宮城の親方は孤立無援。部屋を存続させるとなれば、かなり厳しい監視が待っている。それれにに耐えられずに 突如もうやめた」と親方が切れてもおかしくない前で担当記者「宮城の親方が購入した土地は現在駐車場として使われているこのまま1日3,000円パーキングとして放置されるのか?」